ね、スプリンクラーだったり、まあ、風を送ったりしながら体調を見ながら飼育しております。さあ、このフンボルトペンギンたちなんですが、東武動物公園では全部で28羽います。で、1羽ずつもう皆さんご存知だと思うんですが、みんな名前がついています。で、どうやって見分けてるかっていうと、タグがついてますよね。